こんにちは、トクカメンです。今回紹介するのはこちら、オノアットクロシリーズの典型例です。材質塩化ビニール樹脂、こちらモノアンドクロシリーズの典型図になりますので、当然こちらの白以外に色は黒がありました。黒も半透明ですが、かなり濃いめの黒色だったので、やはり光なんかに当ててみないと中は見えない感じでした。中に紙が入ってますので取り出してみます。ジッパの部分は白色で、ケースの部分は半透明です。赤色のペンが透けて見えるか試してみます。若干透けて見えます。表面はザラザラしてますが、ツルツルもしてます。円ケースの内側です。ビニールのような光沢があり、スベスベしています。こちら半透明ですが、最初に入っていたこちらのクッション材、こちらを入れると中が透けて見えなくなります。そしてクッション材も大きさがちょうどいいので、シャープペンなどが傷まなくていいと思います。こちらのクッション材入れたまま使ってもいいと思います。サイズを測ってみます。横幅約21センチです。高さ約5センチです。奥行き約6センチです。実際どれだけのペンが入るか確かめてみます。シャーペン1本、シャーペン2本、シャーペン3本、シャーペン4本、シャーペン5本、マジック1本、マジック2本、マジック3本、マジック4本、マジック5本、消しゴム1つ。消しゴム2つ。消しゴム3つ。消しゴム4つ。ボールペン1本、ボールペン2本、ボールペン3本、ボールペン4本、ボールペン5本、ボールペン6本、ボールペン7本、ボールペン8本、ボールペン9本、ボールペン10本。ではちゃんと閉まるか確かめてみます。問題なくちゃんと閉まります。パンパンに入ってます。ではどれだけ入ったか出してみます。
ボールペン10本とマジック5本とシャーペン5本、ペンの合計は20本です。そして消しゴム4つです。こちらのボールペンは若干細めですが、これだけの量が入ればすごいいいと思います。今回の紹介はモノ&クロシリーズのペンケースでした。